より小さい。写真プラスキャプションプラス拡大ボタンより大きい。ゴールデン街では若い女性の一人のみが増えているイコール2012年、東京都新宿区歌舞伎町1丁目。&NBSP、実は、私はお酒好きだ。横に友人がいたら、大きくうんうんと頷かれているに違いない。気の合う友人とワイワイ飲むのも好きだし、家で飲むのも好き。それに仕事帰りや出張先でフラッと外で一人で飲むのも結構好きだ。とはいえ、20年くらい前には、さすがに女性が一人で外で飲んでいるというのは、あんまりない光景。というか、いなくはなかっただろうけど、きっと珍しくて、お店の人に、一人、寂しくないですか？と、素朴な疑問をぶつけられたり&HELLIP セミコロン&HELLIP といった経験も&NBSP 時代は緩やかに変わっていきアンドルコお一人様アンドルコ歓迎の店も増えて&HELLIP セミコロン&HELLIP だいぶ過ごしやすくなってきたけれど、それでも、やはり食事をするお店でお酒も、というのが普通で、おじさんが数百円で楽しむ酒屋のアンドルコ、立ち飲みアンドルコ、みたいなのは、気になりながらも、さすがに躊躇していた。&NBSP セミコロン&NBSP、だけど、最近、それに近いくらい、一杯だけでも OK な飲み方がお酒好き女性に浸透してきているように感じる。それは、まず、システム的には酒屋の立ち飲みと同じなんだけど、それの、ちょっとおしゃれに見えるワインを扱う店でカウンターでワインを一杯だけでも味わえる場所が増えたこと。これは女性にもあまり抵抗がない。&NBSP、そして、大阪、梅田の場合、私が最近注目しているのが阪神百貨店。まず、ここのアルコール類売り場は、他の百貨店に比べてかなり広い。品揃えも豊富で、より小さい、本文より大きい、より小さい、続き判定より大きい、続きを読む。より小さい、続き判定より大きい、残り、約966文字、本文、約1624文字。